ゆうです。こんにちは、ゆうなです。かわいい。じゃあ今回は2人の入学紹介をしたいと思います。イエーイ。本当にかわいいさ、夢だよこれ。じゃあね、紹介したいと思います。ゆうなはね、筆箱なくしちゃったんですよ。でね、これ買ったやつなんだけど、ちょっと言い訳をしたくて。新学期だからね、買い直したの。バードとそう、バード。で、中をね、紹介したいと思います。じゃあ1個目ね、これ修正テープなんですけど、大先輩のリカリコさんがプロデュースした修正テープなんですけど、めっちゃ可愛い。可愛いよね、うん、ハートのデザインになっててめっちゃ可愛いよね。ゆなちゃん似合ってる。ありがとう。はい、あ、これだ。あ、すみません、テープのりでした。修正テープじゃない。なんかおかしいなって思ったので、こっち修正テープだからさ。はい、これが修正テープです。はい、入りやすいんですよ、こういう筆箱なんですけど、ポッて入るのでいいですよ、こういうの。とね、はい、付箋。あ、かわいい。かわいい。と、お写真はもう普通のね、0.5 と 0.3。シャーペン OK の子。ダメなのか。鉛筆。鉛筆か、懐かしいな、もう鉛筆っていう響きが。はい、定規。ピンクだ。ピンク。ピンク好きなのよね。と、ペンがね、定番の5色。赤、青、黒、緑、ピンクの5色です。なんか大事なところとかはこういうので書いてます。と、シャーペンですね。うん、そう、好き。かわいい、好き。これ、0.3 なんですけど、めっちゃ書きやすくて、なんかね、字汚いんですけど、字綺麗に見えるんです、このシャーペン。なんか、魔法のシャーペンなのかな。そうね。これすごいおすすめ。色がね、結構種類あるんですよ、紫とかのピンクを買いました。めっちゃいいですよ。と、これは 0.3、 持ちやすいシャーペンと、これラプンツェルの絵の 0.5 ですね。かわいいです。全部あと消しゴムですね。ピンクのミニーちゃんからの消しゴムです。はい、あとなんか1本とアレンジですね。はい、以上です。じゃあ私の筆箱は、はい、これはなんか韓国の感じのやつです。かわいい。で、ここに普段使うものを入れてるんですけど、全然入ってないんだけど、鉛筆が4本あって、まあ、いろんな模様があるやつです。えらい、でもちゃんと尖ってた。と、これはまとまって4本入るやつなんですけど、入ってるのは青とオレンジと赤です。かわいい。アリエル。アリエルです。いいね、いいね。あと何個。あ、黒い定規です。おー。で、逆の方が大事な心を引いたりする蛍光ペンです。あとこれがリップじゃなくて、これを取るとハサミになるんです。ボールペンかと思った。すごっ。こういうやつです。おしゃれやな。はい、あとは色が薄いこういう匂い付きの赤と青です。このりとマキーです。あーっていう感じです。かわいい。持ってるもの全部かわいいね。いい、めっちゃいい。でもなんかすぐ筆箱買いたくなっちゃう。そう、わかるわかる。で、なんか中身をめっちゃ黒くしてたと思われるしかない。わかる。鉛筆で。そう。じゃあ2人の筆箱はこんな感じでした。で、ゆなちゃんのチャンネルのリンクを貼っておきます。ありがとうございます。ゆなちゃんの方でも質問コーナーの動画を2人撮ったので、よかったら見てください。それも概要欄に貼っておきます。ありがとうございます。こんな感じで筆箱紹介は終わりです。バイバーイ。